ははいいおはようございます笹川です笹でギターの昨日のお話の続きなんですけどもあの、えー、あのギターのノイズね、えー、一応何とかなりましたんでご報告ですあのコメントあのしていただきまして大変ありがとうございますとっても参考になりまして、えー、おかげでまあまああの セーフかな？というところまでノーズ対策をしました。あの配線やっぱり間違えてるんですよね。あの皆さんからもコメントそうだよ。ってことでコメントいただいてやっぱりってことなんですけども。ほいで当初ね。このスイッチのところとえっ、ー、とボリュームのところをスズメ。キ戦でつないでハンダ付けしてまあ。そうすれば一応あの全部アースでつながるんだから。 ああ政府かなと思ったんですけどもやっぱり相変わらずじーんって音がいくら手で触れてもあのダメなんですよ。 なんでかなと思って、それでテスターを持ってきて、導通チェックして、いや、ちゃんとあのピックアップのアース部分もアースにつながってるんだけどなぁなんて思ったんですけども、あそれで皆さんがコメントいただいて、ああ、そっかと思ったんですよあのコ。コメントの中にね、普通はあのピックアップのアース部分っていうのは、マイナス部分はボリュームのところにつけるはずだよねっていうのを思い出して。 あ、それかと思って、えっ、ー、と、その、ピックアップの黒い、えー、あの線、アース部分を3本外して、それでボリューム部のところにハンダ付けし直しましたらば、えー、それであの、あの、治りました。あの、もう1台の方のセルダだと同程度のノイズに収まりましたんで、えー、これで、えー、いいんじゃないかなというふうに思ってます。で、してみるとですね、セルダーっていうのは <laughs>、あのー、ま 結構面白いっては面白いですね。あの多分ちあの中華人民共和国で作られてるんだと思います。それで私のまあ、推測なんですけどもね、あのもう一台の方のサンバスターの方はおそらくあの日本人がえっと最終チェックしたんだと思います。というのはあの。 えと日本語で合格って書いたシールがネックの裏側のところに貼っつけてあってあ多分、現地あの中華人民共和国で生産をするけれども最終チェックは日本人が行ってたんじゃないのかななんて私は推測しているんですところがこ,のこっちの,方の、ね、えう、ー、の水色のセルダーは、えー、とシールを貼ったんですけども合格じゃなくて何、ね、とかチェックみたいな。えー なってましたよえっとね、えー、QC パスド4クオリティチェックかな、えー、ということで、うん、ひょっとしたらそのじゃあ,あのもうクオリティチェックは任せるよみたいなことで、えー、じゃないですかねそしてでもチェックしてるとはとっても思えないね。 あの普通にあの音出しチェックしてれば、これ、配線間違えてるだろうって、あのチェックかかるはずなんだけども、まあ、そこはそういうお国柄なのかなと思ってますけども、逆にだから、そういうのをあの発見して直すみたいのも楽しみかもしれませんね言ってみればね。 あのセルダーの、まあ、今のその売られてるやつっていうのはおそらくそういう問題はないんだろうと思うんですけども一昔前のこのロゴが古いやつねこれはね結構の楽しめますよあのちょっと冒険でえーえー、っと古いやつはもう中古ショップでしか手に貼らないんだけれども何が出てくるか分からないんであの、えー、まあどっちかって上級者向けですよね。あの えっと、皆さん見てコメントをくれた皆さんみたいになんちゃんと分かっててみたいに人たちからするとあのおおおこんなのもあるかみたいなね、えー、で面白いんじゃないかと思いますであのやっぱりあの同じで2本バネにしましてであの変則ハンガースプリングハンガー斜め,掛け斜めにしてかけています。 弦はエクストラライトゲージで、したがってあの2本羽でフローティングでちょうどいいぐらいですね。で、あのセルダーはですね、えーと、今の、今売られてるやつはネックがね、ややカモボコ型なんですよ。そこがね、一、まあ、つなんです私的にはねあの。この古い方のセルダーは、ネックがあのほぼフェンダーに近いような。 形状になっていて握り心地がいいのとそれから指板がねかなりフラットに近くてどっちかっていうとあのあれに近いんですよあのヤマハのパシフィカパシフィカみたいな感じで、えー、と引きやすいですでスケロプトもいいんだけれどもあのスケロプトにするとネックが反れるっていう問題もあるしなあなんていうのあってじゃあこっちの方がいいかなと思ってるんですけどもね。 ちょ反ってないと思うんだけどな。で、エクストラライトにしてるとね。楽ですよ。多分ね。ハードオフの店に置いてあるやつね。全部あのエクストラライトケージが貼ってあるみたいです。なんでかな？と思ったら、おそらくじゅん反りを防ぐためじゃないですかね。 あのスーパーライトとかライトゲージ貼りっぱなしにしておくとネックが反っちゃう可能性があってであの楽器屋さんだと展示しておく時は緩めてそれで試奏するときはチューニングを合わせてあっていうふうなことやんですけどもハ、えードオフさんは多分そういうことをしないで済むようにっていう。 えためにエクストトラライトを張ってそれで皆さんあのご自分であのチューニングしてくださいねみたいな感じでえなんじゃないかと思うんですけども引きやすさという点ではやっぱりあれですあの特に私みたいなあの手が小さい日本人にとってはエクストラライトゲージの方が楽ですでリチみたいにそのオーバーチョーキング1音半とか2音とか。 グイーンと上げることをやる人のコピーしようとするとこっちの方が楽ですし,、えー、し音が出出しとかんじゃないかと思い思ますそれであれ、うん、そうそうそれであのー、なんていうのかなその音がエクストラライトを貼って低音源がそのぶっ飛さがなくなるんかなと思ったらばピックアップがあの結構排出力でぶっ壊れた感じの音が出るので。 あのそれっぽい音になると思いますであの昨日もあのノイズ直ったのを確認しがてらああの、えっと、ディープアップルの、えー、ミストリエテミストリエテッドを、えー、やっていました <coughs>、まあ、あのノイズが、えー、と確認しやすいようにというのギターの音量を上げてありますそれと,、えー、っとしばらく前にあの視聴者さんからギターの音が小さすぎるよという風な 指摘があったので、えー、上げてみたんだけどもやっぱ本人的にはね、あのー、なんかあんまり気持ちよく弾けないんですよデビカバの声が聞こえてこないしギターの音量上げちゃうとイアンペースのドラムも聞こえにくくてリズム合わせるのがちょっと辛くなってくるんで、あのー、すいませんけども前みたいな感じに戻したいと思います。あのー、別にこのの絵あれです <laughs> ギターの ギターの先生がギターのこう奏法を教えるとかってそういうチャンネルじゃなくてあのおチャンネル一般市民あのギターの先生でも何でもない私があの本当懐かしがってですね若い頃に散々聴いたあのパープルとかレインボーを、えー、やってみるという,う動画に過ぎないのでその辺はその辺は。 えー、勘弁してもらいたいいたと思います、えー、あの本気でねプロを目指す人はこんな練習したって全然ダメなんですよ。あのえー、とそのパープルの CD に合わせてね弾けてコピーできたからってそんなのではとても通用しないしでもうあのバンドをやった方はもちろん経験づくと思うんですけどもあの。 やっぱり生の,生のドラムとかベースを相手にしていかにその呼吸を合わせてグループ感を出してるかっていうのをやんなきゃいけない練習をしないと全然上達しないのでだからまあこのですパップルとかの音源に合わせて弾いてるのは私の一種自己満足でして、えー、懐かしいねっていう感じでそれでなんかその懐かしいねっていうところにこう <laughs> 共感していただけるのであれば。 あのご覧いただければなあなんていうことで,で本気であのギターを習得したいのであれば、えー、と島さんとかねすごいプロフェッショナルの方々いらっしゃるので是非、えー、そっちの方をご参考になっていただければというふうに思っております。すいませんちょっと話しれましたけどというわけでノイズはねえっ、ー、とまあ収まったんですやっぱ出ますねシングルコイルだからね。そういってあの,ザグリのところを あの全部あのアルミ箔かなんか貼り付けてでシールドしちゃえばもう少し収まると思うんですけどもまあライブハウスとか出演するとかになるとやっぱそのぐらいしなきゃいけないんだけど今のところ <laughs> まあいいからお目に見てくださいみたいな感じでしてみるとあれですねあのリ,リッチの、えーのギターテクニシャンのあのこの間コメントで教えてたんですね渡辺さんでしたら教えてたよねだ ダウクさんでしたっけあの、えー、とレインボーの頃にその機材のメンテナンスとかやって方で確かねどっかで見ましたよあの、えー、とレインボーってあの電色でものすごいあの、えー、エネルギーよく電色で虹を光らせたんだけどあれのその電磁波をノイズが拾ってしまっても大変でノイズ対策がなんてそ,それで それが多分ダ,ダウクさんって人だと思うんですけども何かあれですよその電飾との戦いだったみたいななんかどっかで見ましたけれどもいかにこうシールドしてリッチのギターがその虹のノイズを拾わないにするかなんていうのをやってたよなんていうのをどっかで見ましたけれどもねえー、まあ、ってなことでってなことでおかげさまで本当ありがとうございました。本、え、当、ーね、に方れててなんで ちゃんとあのスズメイ線でねアースは共通にして繋ないだのになんでノイズ減らないのかなと思ったんですけどもやっぱりその電気的につながってるだけじゃダメでどこにそのボリュームのところにアースつながらないとあのノイズ低減にならないんですね面白いなと思ってなんかラジオ少年に戻ったような気分でしてえっ、ー、と実体配線図がやっぱり重要なんですよね。真空 いくら理屈通りこり配線をしてもやっぱりノイズ拾ってしまって全然だめなんですけどもそこはいろいろノウハウがあってどこんところでアースを取るといいとかどういうふうにそのシールドするといいとかっていうのがあったな,なと思いながらやってました本当に皆さんありがとうございました。ということで、えー、っとスペアギターの方もなんとかあの <laughs> ものになりましたもんで幸告でした。それでは